はい、どうもジルです。ということで今回はワンダッシュチャンネル第28回の生放送がありましたので、こちらの情報をまとめていこうと思います。今回はゲーム内に関する情報で、かつ一部のね情報をメインに話していきます。2部のアップデート情報に関しては結構情報量が多いので、また別途動画投稿しますので、よければそちらを見ていただけると嬉しいです。では早速見ていきましょう。まずはワンダホイチャレンジ、いつものやつですね。クリスタル500個入手が確定しました。ではここから皆さんお待ちかね、楽曲情報の方をね先に見ていこうと思います。まず1曲目がプロゼカネクスト採用楽曲 Where Shall We Go ということで、リンちゃんのレン君の楽曲になるんですけど、これめちゃめちゃ可愛いです。難易度は結構低めの楽曲になりそうですね。続いてボカセカトップ100ランキング採用楽曲、セカちゃんとカフちゃんのお使い合奏曲ということで、セカセカです。やばい曲来ました。こちらですね、多分マスター難易度31を超える高難易度楽曲になることが予想されております。まあ、追加されたらぜひぜひ楽しんでください。はい、続いてもう一曲ボカセカの方からルーキーランキング採用曲で、天使の翼ですね。こちらかっこいい楽曲なんですが、まあ難易度29くらいになりそうかなといった楽曲です。はい、続いて雪ミクですね。スノーミク2023コラボ楽曲ということで、テーマソングのスノーミックスが追加です。こちらね、作詞作曲がマラシーさんということで、まあプロセがやってる方ならね聞いた方も多いんじゃないでしょうか。去年も雪ミク楽曲追加されておりますので、まあ毎年雪ミク楽曲は追加されることになりそうですね。はい、続いてサーカス P さんのグッバイが追加されます。はい、そしてもう一曲ですね、同じくサーカス P さんの、これがコピーキャットでいいのかな、この2曲なんですけど、海外版の方で実装されている楽曲で逆輸入された感じになります。続いてスコップさんのアイロニーが追加されます。アイロニーが追加されます。こちら世界バージョン25時ナイトコードでの歌唱と、そして原曲 MV も入ってくるといった感じになってます。続いて T ポケットさんの1925を追加決定です。こちらワンダーランズショータイムの世界バージョンが収録されます。続いて林圭さんのハローワーカー追加です。こちら世界バージョンレオニードで 3DMV の方も追加されることが発表されてます。そして楽曲追加情報最後、心ですね。こちらトラボルダさんの楽曲となります。はい、ってことでここまでが追加発表された楽曲で、この辺の楽曲たち今回はですね、ディーバ楽曲が多いということで、まあディーバやってた人たちは結構テンション上がっていたようです。続いて書き下ろし楽曲見ていきましょう。まずはモアモアジャンプの書き下ろし楽曲、こちらグイアノさんが担当してくださいます。はい、非常におしゃれな感じの楽曲ですね。そしてまあどう見ても雫、雨が降っていますんで、こちらやはり雫さんバナーで間違いないと思われます。そしてもう一曲ビビットバットスクワットの書き下ろしをペグさんが担当してくださいます。はい、こちらはですねかっこよくて、そしてダークな雰囲気となっておりました。でこちらなんですけど、羊が映ってたんですよね。まあどういうことだろうってちょっと疑問ではあるんですが、まあ周期的にもほぼほぼ小羽ちゃんが確定となっていて、さらにですね去年の10月の限定イベントの時に童話をモチーフにしたやつで、あの小羽ちゃんがですね狼さんになっていましたんで、まあその辺ともちょっとつながりがあるのかなみたいな感じもしないことはないです。はい、そしてですね実はもう一曲楽曲追加がありまして、そちらがレイニースノードロップになります。こちら詳細についてはですね第2部の方で語られたので別動画で話そうと思ってるんですけど、こちらカイトさんのソロ楽曲で 3DMV もつくといった感じになってます。こちらの楽曲一昨年のマジミラかなで追加されたカイトさんのアニバーサリー記念楽曲となっておりまして、めちゃめちゃかっこよくてジールさん大好きな楽曲なんで、ぜひね聴いてみてください。はい、ではここからは楽曲以外のね情報見ていきましょう。まずは誕生日記念日をお祝いするバーチャルライブ開催決定ということでね、バーチャルライブそしてガチャの方が開催されます。本日ですね1月27日、もしかしたら動画28日に投稿されているかもしれませんが、こちら朝比奈真冬ちゃんのバースデー、そして1月30日がめぐりねるかさん、そして2月10日がかなでちゃん、そして2月17日がカイトさんというふうにね控えております。特にカイトさんに関しては限定が、かなり近いです。かなでちゃんも限定が近いです。かなでちゃんはさらに箱イベントバナーも近いので注意してください。続いてバレンタインログインキャンペーン開催決定です。こちらバレンタインチョコとボイドから100個がプレゼントされます。バレンタインチョコに関してはライボダイと同様のアイテムになります。さらにさらにバレンタインライブ2023開催決定です。こちら今回出演がモアモアジャンプのメンバーということで、まあなんでしょうね、パッと思いつく楽曲で言うとヴァンパイアとかがちょっと来てほしいなとか思うんですけど、まあ皆さん何が楽曲来るかね予想コメント欄で書いてみてください。
はい、そして、皆さん忘れてませんでしょうか、コネクトライブが開催されます。コネクトライブモアモアジャンプファーストジャンピンでいいのかな、こちらが3月19日に開催決定ということです。で、今回ね、キービジュアルの方にカイトさんとルカさんが映っていないんですが、カイトさんとルカさんの方はですね、今回は MC として登場するみたいな話をしていました。またですね、ゲーム内でもらえるアイテムでも登場しているとのことです。そしてこれに伴いコネクトライブのテストですね、テクニカルテストが2月24日に開催されます。今回は出演の方がアイリちゃんとしずくさんといった感じになります。そして参加報酬でライブボーナスドリンク代がもらえますのでね、こちら無料で見れますので、よかったらテストを参加してみてください。はい、とまあね、一部の方で出た情報でゲーム内に関するものは大体こんな感じとなります。あとは少しだけ個人的に気になったものを話していきます。プロジェクト世界チャンピオンシップ2023スプリングパワードバイバイスシュバルズが開催決定です。で、今回なんですけど、ちょっとね、特殊な感じになってて、すべて個人戦なんですが、初の部門制で4部門開催されますということで、一般部門、クイーン部門、アンダー12部門、ストリーマー部門の4つがあるらしいです。はい、詳細はですね、こちら配信の方をご確認ください。もしくはね、公式ページが後日開設されると思いますので、そちら見てみてください。で、今回ね、ストリーマー部門、ジールさん、なんと呼ばれておりません。はい、なーも連絡ないですね。多分なんですけど、こうなんか時間のね何時と何時の人たちが来そうなので、まあジールさんは多分呼ばれないと思いますが、まあ呼ばれたらもう全力で出ます。はい、呼ばれないです。大変ありがとうございました。はい、そしてね、さらに今回予選楽曲が発表されております。1次予選、2次予選、3次予選といった感じで出てるんですけど、3次予選がまあどう見ても頭がおかしいですね。まあこれに関してはまあ3次予選は AP 勝負というよりかは1次2次を通過したトッププレイヤーたちの中でさらに削っていくみたいなことになると思うので、まあ一般ユーザーはほぼ関わらないところではあるんですが、まあこの辺ですね、多分ツイッターとか見てると色々情報流れてくると思うので、ツイッターのこう上位プレイヤーの方々見てみると面白いかなというふうに思います。はい、といった感じで、今回1部についてはこんなもんですね。2部に関しては最初にも言ったんですけど、改めて別途動画投稿しますので、よければそちらを見ていただけると嬉しいです。最後に少しイベント予想の話をするんですけど、予想としては今回、バナーメンバーが、前回元々予想していたのから変わらなかったため、一応イベント予想は前回投稿した動画の通りとなります。概要欄にリンク貼っておきますのでね、イベント予想気になる方はそちら見てみてください。またですね、月末に、もうあと数日で発表されるんですけど、月末の限定キャラクターが分かったら多少イベント予想変わる可能性があります。まあ、それが出たらね、改めて、まあ、2月上旬くらいにイベント予想動画出そうと思うので、見ていただけると嬉しいです。はい、といった感じで今回の動画は終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。